えっと、公職選挙法の、はい、公職選挙法の主観課は、はい、総務省の選挙課だから。はい、で、そこに電話して、当選む、あの、失職、河井案里、ま、克行もそうだけど、はい、失職をするのは当選無効ということだよね、と無効だよね、と。はい、だから、訴求校ってわかるでしょ 遡って効力を発する訴求項訴求項があるんだよねって言ったらそうですと。はいはい、当選無効だから最初から当選していないことになるんですよと。はい、はい。いうことを確認したわけね。はい。で、ならば、この歳費について、国会議員の歳費について、ちまたで、まあマスコミなんかが寄付に当たるから返還請求できないんだみたいなことを言ってるけど、あれは間違いだろうと。 そもそも国に対する歳費の請求権がなくなるんだから、はい、こ法律的根拠なく歳費を受け取っていたことになるから返還請求できるじゃないかと。言、はい、うと、はい、それは歳費法に基づくあの支給は、あのはい、参議院なら参議院事務局、衆議院なら衆議院事務局がやっているので、はいえー、その歳費法の 所轄は事務局だから、委員、はい、に電話してくれということで、まあ、参,議院に参議院に電話して、事務局の議員課だということで、はい、議員課の職員,職員と話をしました。はい、で、どうなんだと言ったら、はい、まあ事実として、慣例として、 歳費を、あのー、当選無効になった人にも、はい、これまで支給し、支給したままにしていると。あ、はい。それおかしいじゃないかと。はい,はい。言ったら、もうなんかゴニょご言い出して、はい、忙しいから切るって電話切られちゃったんで、あ、はい。で、参議院の、ちょっと法制局を出しなさいっていうことで、はい。代表に電話したら、以前はね、 法制局に繋いでたんだけど、はい、今、広報に繋ぐさ、あの法制局は直接出ないんで、はい、って言うから、はい、まあ広、広報の方と話をしたんだけど、はい、広報に、まあ、必要があれば、法制局に確かめながら、私の言うことに対して返答してくれと。はい。何何をもって当選無効になったはい。議員が歳費を受け取ったままにできる根拠は何だと。 言ったらね、えー、っとね、ちょっと待ってよ。そうしたら、えー、っと、なんだ、洗礼集があるんだと。せ洗礼集洗,<礼>、はい、洗礼。はい、先の例ね。ああ、前例があるっていうことですか。そう,そうそうそう。そう、はい。で、洗礼集というその書き物があって、はい。あはい、それをホームページに載せてあるのよ。 えっと、だから、えー、っと、メモ、メモしてあるんだけど、そ、そこに、はい。参議院が言うところの、まあ、今回、河井案里があ、失職して、当選無効になっても、はい、返還請求権を行使しないという根拠は、はい。えぇ、ー、先例集の、 おはい、105、105号なんだけど、先例集には105と番号が振ってある、はい、参議院は、そこに、あのーまあ、昭和二十何年に誰々という国会議員が当選無効になったけども、はいえー、そのままあ退,職退職の扱いにしたと。 つまり退職っていうことは職にあって退くっていうことだから、辞職をしたのと同じような扱いですよね。辞職あるいは、まあ、当選は有効だったけれども、金庫以上の、あ罰金刑以上の懲罰がついて失職したっていう形。それだと、その、確かに、 変換請求権を発生しないからね。はい。それと同じ扱いにしたっていうことなんですよ。はい,はい。で、今回、これは、当さ、さっきから言ってるように、当選無効だから、国会議員の国に対する歳費請求権も無効じゃないかと。はい。言っても、それはその、法律的な祖母があるでしょうと、ここ、そこに。はい。と、その、宣令集、 洗礼集も、当選は無効だけど退職したと、こう書いてあるんで、はい、当選無効と退職っていうその、その二つの間には法的な阻語があるでしょってこう言ったんだけど、はい、それはあったとしても、これを洗礼として、 歳費を支出する、給付したままにするということになっているので。はい。で、それはもう先例としてこのまま先例を踏襲して、参議院は、要するに返還請求しないんだと。はい。で、それはもう、あの、慣例であってね。はい。法的根拠があるなしでいう判断はしないんだと。はい。慣例としてやるんだということが参議院の 事務局の返答だった。はい、最終的な返答はもうそう,そうなんだと、はいで。今度衆議院に電話した。はい、衆議院事務局は、今度はホームページ、あの参議院のさっきのは宣令集でホームページに探,探していけば宣令集って出る,出るわけね。はい、で衆議院は宣令集はあるけどホームページには載せてないと。はい、でただし衆議院の宣令集には非常に 法律的によろしくないことが書いてある。はい、それは、えー、と衆議院選例集においては、第10章の歳費および立法事務費っていうところの10、はい、108。108、うん。ここにですね、あの当選無効の 判決が確定した場合は、その日をもって退職とすると。はい、こう書き切ってるわけよ。えー、当選向こうの、当選向こうが、決ですかうんとね、判決が、要するに当当選無効が確定した場合は、はい、相手が読んでくれたのでね、僕もまあメモしたんだけど、はいはい、ホームページには、参議院はホームページに出てるけど、 衆議院は事務局が保管してる。先例集。その第10章の108に、当選無効が確定した場合は、その日をもって退職したものとすると。そういう、うん。そういうことを書いてやると。だから、その、 退職者、当選無効であっても、はい、その歳費の受領に関しては、はい、途中で辞職した人と同じ扱いにしてるわけよ。はい、その先例集の108を持ってね。はい、衆議院では。はい、で、その両方とも参議院も衆議院も先例集と。先例、はい、を集めた 書面を持って、はい。それをまあ、要するにバイブル、バイブルとして、はい。事務を行ってるんだけども、はい。そういう先例集、書面があるからといって、はい。私は国の国会議員に対する、その当選無効になった国会議員に対する歳費返還請求権が、 行使できないとは思わない。はい。で、そのはずだ。法律的に考えれば。はい。その、それが、その書面に書いてある、事柄が、はい。はい、例えば、その、立法、立あなたはほら、あの、要するに行政権の中で、行政事務、事務、事務、行政事務をあなたも行ってるし、 参議院事務局も衆議院事務局もその立法府の行政事務を行っているわけなんだけど、はい、その行政事務上の裁量権に基づく決定なのかという質問をしたわけ、私が。はい、そしたら、いや、そうではないと。はい、何か決定があったわけでもないし、はい、でもまあ、また私が質問して、何か国会の委員会であったり、本会議で採決または、 あ決議が行われたということなのかとは、そうではないと。はい。つまり法的根拠はない、何にも。はい。だけども、先例としてこうするという書き物があるというのが、参議院事務局と衆議院事務局の、まあ答えで、はい。それが事実ね。はい。はい。まあこれが私の情報提供というか、あとは、はい、あなたのところ、 会計監査員会,会計監査員の何係が担当することになるのかな、まあ、これをどうなんだろうと、事実関係調べてみた、ね、何すが調べがのそうですね、まあえーと、選挙関係ですと、第1、うん、あの大局の総務検査,あの総務検査あの、総務検査がなると思うんですけども。 組織の中でやるんだね、はい、ということで、えー、っとこの、はい、いこれでまあ電話は終わるけど、はい、要するにその電話の趣旨を端的にまとめると、はい、えっと今般 えー、河井安里克行夫妻の報道で知られているような事件の裁判が進んできて、河井安里は辞職しましたよと。ところが、その議員歳費について、返還請求はできないんだ。寄付行為に当たるから国にお金を返すことはできないんだという報道が見られると。で、でも、 これは法律的な根拠がないことで間違っていると、はい、いうことで、えー、総務省、それから衆参議院の事務局に確かめたと。はい、そうすると、今連絡しているような事実関係、つまり参議院事務局も衆議院事務局もこれまでは、洗礼、はい、つまり慣習、慣例として、 法的根拠なく、はい、えー、国会議員に対する、無効、当選無効となった国会議員に対する歳費の返還請求をしていないとい。はい。いう、これは事実が確認できたと。はい。いうことで、まあ私は今こうやって会計検査にその事実を報告して、はい。私の考えとしては、はい。国は、 当選無効となった国会議員が失職するにあたり、はい、遡って当,当選も無効になれば、議員の歳費請求権も無効になるんだから、はい、当然、国は法律の根拠なく歳費を支出してしまった関係になる国会議員に対して返還請求権を有しているはずだと。はい、まあこれを調べて会計検査院において的確に えー、執行してほしいと。まあこういうことだよね。私のこの電話はね。はい、承知しました。うん、ちょっと一点だけ確認したいんですけれども。けいはも、い、その衆議院と参議院のそれぞれ事務局の、うん、その選抜の、うん、記載ぶりと言いますか、その取り扱いはちょっと異なっていて、うん、衆議院の方はえっ、ー、とその当選無効になったその日をもって退職すると遡らないと。 という,ような取り扱いで、参議院はさかのぼってあの、向こうなんだけれどもあの、まあ、そういう洗礼があるんで、えー、普及してますっていう、そ,そういう違いがあるっていうところはあるんですか、ね、う,んうん、そうそう、で、えー、っとね、正確に言うと、はい、衆議院はその洗礼集を公開していない、はいはい、まず。 で、参議院は公開しているホームページを持って。はいはい、で、大体同じような記載なんだけど、はい、衆議院と参議院の違いは、はい、衆議院がより詳細に明確に書いてるその内容は、はい、当選無効の議員についても、はい、その、 当選無効の確定日をもって退職者とすると。はい。当選無効ならば退職者にならないんだよね、本来はね。あ、はい。退職者っていうのは職にあったものが退くっていうことだから。はい。退職の概念そのものがね。はい。だから、あの、まあ、これは、あの。 衆議院でもって、その歳費返還請求権というものが以前に、あの、問題になったから、そう書いてるんだと思うんだけど、はいうん、その時に何,何か、それは確かめたんだけど、はいお、事務裁量権に基づく行政行為上の決定があったということではなく、つまりその衆議院事務局の事務局長が、 何月何日をもって、この宣令集についての内容を確認して、はい、これを決定したという決定という行政行為ではなくて、はい、ただ単にこうなりましたよという事実を書き留めているだけなんだけれども、宣令集というのは。はい、その中に、当選無効になった者も、 その日をもって退職者とすると書き切っているということね、はい、そこまで。なるほど。うん。これはその議員歳費の請求権に関わる記述だという認識だったよ。はいはい、うん。はい、<laughs> うん。まあだから、あの、それはもう会、あなたの方で会計検査院で、それぞれの選例集を、あの、はいはい 取り寄せて、はい、で、衆議院事務局、参議院事務局と話をして、はい、この事務執行にあたっての法的根拠は何だと。はい、議員の職を執行した、それが無効という、取り消しと無効、ね。はい、取り消しと無効は、その 最初の時点に遡って、効力をなくするからね。いねはい。はい、うん、当選取り消し、よし当選を無効とするということだから、はい。はい、そもそもお、議員になっていないと考えられるので、議員としての歳費請求権がそもそも発生していない。はい。だけれども、その当選から現在においてまでの期間は、 あたかも当選したんだという認識であったから、議員としての歳費は支給し続けてきたと、はいで、現在に至っているんだけれども、まあ、世論の,その風潮反応を見ても、その川合安里に至っては、もう参議院議員に当選してからほぼ裁判ばっかりで、 議員に登壇,登壇すらほとんどしてないじゃないかと。はい。何の国会議員としての仕事もしてない、ただ裁判を争ってきただけなのに、ずっと今まで歳費を得て、得続けて、年間1500万ぐらいと、もろもろの諸経費合わせて、年間2500万とか、えよなんか、計算の仕方があったよね、確か。 うん、まあだからその文書交通費であるとか、はい、あの事務研究費だとかそういう名目だったと思うけども、はい、そういうものを歳費と文書交通費、はいえー、それからあの、まあ、新幹線のフリーパスだとかもろもろあるんだよね。 で、それらはすべて国費で賄われているから、はい、そもそも国会議員の資格を有しないと、はい、無効だとさあの判決によって確定がされたならばね、はい、それは本人たちが悪いことをしたということに基づいてそういう判決に至ったんだから。 それは国民の感情としては、そんなものになんで、あの、合計で何億も持たしたままにしなきゃいけないんだと、はい、いうことになって、今、世間ではそういう、おかしいだろ、おかしいだろっていう声が上がってるんだけど、マスコミは、まあな、なぜだか、いや、さ、早速、いや、これは寄付行為に当たるから、返還できないんですよね、みたいな。まあ、 嘘というか、事実関係をろくにし、調べもせずに、この場合はオウム返しでこう報道しとけっていう格好になってるわけよ。はい。でも、今あなたに逐一説明したように、ちょっとしつこいように説明したんだけど、参議院の選挙か、衆参の事務局の議員かに、私の一般的なみ、 国民の身分でもっても電話して説明を求めたら相手は説明せざるを得ないのでどうなんだなんだって突っ込んでいったら今言ったように何の法的根拠もなく返還請求権を怠っているということが分かってくるわけよ。はい、新聞社なんてこんなことは軽々とできるんだからね。はい、ところが衆参国会議員全てが 今のままの方が居心地がいいわけよ。自分がいつそういうような身になるかもわかんないからね、国会議員っていうのは。はいはい、まあ、要はば選挙において当選ギリギリのことをしている人も多いから、はい、当選ギリギリというか、あの合法、違法ギリギリのところを歩,き歩いて、はい、死に物狂いで当選した、きた人もいるし、はいまあ、僕も以前、その公設秘書やってて、そういう仕事をしてたから、わかるんだよ、議員のその信条とか。 国会国会議員の事務所のそういう考え方っていうのはわかるのよ。はい、だけれどももう法律できちんと切り分ければそれはもう違法だからね。はい、だからまあことあのな1人何億という形のあの国費の無駄遣いになるから、はいはい、会計検査院には粛々と法律に基づいて検査していただいて。 まあ国民の期待に応えるような結果を出してもらいたいなと。はい。まあ私としては切に希望して <laughs>、これで電話を、えー、終わります。あ、承知しました。情報はあの受け、OK、いたしますので。うん。え、ただあの検査の結果とかあの、うん、状況とかそういうのはあのお伝えできないので、うん。それだけあのご承知いただければと思います。うん。まあ大体はそのあたりは知ってるよ。あ、はい。うん。はい。じゃあよろしくお願いします。はい はい、失礼します。はい、失礼します。えー、ということで、あの、途中から放送を始めましたけど、えー、今ですね、えー、会計検査員に電話をして、えー、河井安里克幸夫妻のですね、まあ、特に河井安里辞職をして、もう、これは、あの、向こう、 当選無効になるので、えー、議員歳費、給料について、それから所定当について、返還請求権がありますよというところをですね、えー、会計検査院に電話したんですね。はい。はい。おはようございます。えぇ、ー、ちくりです。ちくり。<laughs> まあ、会計検査院にあの、朝からちくって、えー、ちゃんとやってくれよと。 国民の税金だからね、取り戻してくれと。えー、もう昨日ちょっとその、えー、総務省とそれから衆議院参議院の事務局に電話をしてで放送してでその後もね自分でまたいろいろと調べてうーんまあ寄付行為で、えー、マスコミがなんであえて国民の あの税金をですね、当選無効になった議員に渡したまんまにするのかと。うんまあ、マスコミもその、おこれは国会議員全部、与党、野党、国会議員がみんなね、いじく,るいじくられたくない、いその、安部なんですよ。うん。国会議員にしたら、もうほっといてくれよと。 いうとこなんだけど、私は今回はちょっとこの河合案里の件についてあまりにも酷すぎると。まあ、ある意味河合案里をか,わかばうわけじゃないけど、彼女は自分で言ってるように私はあの権力者のお,おもちゃだと。ね。で、彼女は自分をその権力の安倍晋三だとか、あまあ、 要するにその河井安里が立候補したのは河井克行という安倍晋三の懐刀であった法務,法務大臣のですね安倍晋三の河井克行に対するご褒美なんですよねでまあ法務大臣にして、えー、自分の桜を見る会盛りかけ問題なんかで 検察に対する法務大臣の指揮権を発動させて、えー、自分のお安倍晋三が総理大臣に行った時にですね、えー、延命を図ろうと。自分の犯罪をな、まあ、しにしてしまうという、えー、ずるい考え方がもう裏に透けて見えるわけですね。安倍晋三はもうあのコロナが発生した時からずっともう自分のその 桜を見る会、そして森かけ問題、国会で追及されていることでですね、どうやって自分が働いた犯罪を、えー、不問に付すか、検察を抑え込んで、えー、自分が総理大臣を続けるか、もうその自分自身の延命に執着して、そればっかやってるから、コロナの対策なんか、もう。 ほぼほぼ何にもやってないわけですよね。だから、まあ、あの、本来、日本のその国、国力としてはですよね。国民のその勤勉さ、そしてその従順さ、えー、国からの要請でもって法的根拠はないのに、強制力はないのに、マスクの着用率は非常に高い。えー、そして、えー、外出禁止要請。あ、これは要請ですからね、えー。要請にもですね、粛々と応じると。 この国民のですね、非常にこう、えー、協力でもって支えられているこのコロナ対策についてもですね、えー、そもそも安倍晋三があ最初のワンタッチというかね、初動で、えー、中国からあー情報があー漏れたというか入ってきた。えー、台湾はですね、えー、もう去年、おととしの暮れ、 情報、第一次情報をキャッチして、えーまあ、中国語がちゃんと理解できるということもあるんでしょうけど、1月1日にはですね、えー、シ,ャトシャットアウト、シャットダウンというよりも、シャットアウトですよね、中国人の国外からの人流を止めたと、これが台湾、非常に抗争して。 えー、日本もとそうすべきだったし台湾の政府の情報っていうのは日本には割とこうすぐ伝わってくるのでね台湾政府と日本政府っていうのは非常にこう風通しがいいので、えー、アメリカの核の傘の中に入ってますからね、まあ、そういう意味で、えー、日本政府が得たあ台湾そして武漢のコロナの情報をですね安倍晋三はもう まあ無視しているわけですよね。で、あの、習近平が4月に、えー、日本に来るということで、えー、その1月、2月、中国人を本来はシャットアウト、入国禁止にするべきだったのに、えー、それもしないということで、日本の、えー、コロナ対策をこんなにも長引かせ、ひどくさせてしまったと。本来ならばもっとですね、短期間で えー、コロナを制圧できたと思っていますもう完全に安倍晋三のミスです。まあ、そういう安倍晋三の、えー、ご就心、えー、検察を抑え込む法務大臣、河合克行、そのライバルである溝手議員を追い落とす。河、え、合、ー、安里を安倍晋三も菅当時の。 えー、菅官房長官も応援してですね、えーまあ、安倍晋三と敵対してましたんでみぞてさんがねみぞて憎しで追い落としたということなんでしょうね、はいまあ、そういったもろもろを考えて、えー、この河合案里については特に厳しくうー、まあ、権力者のおもちゃで、えー、私はいいんだみたいなこと言ってるけどお金はちゃんと返しなさいよともう数億円ですからね。 ということで会計検査員に電話したところです、えー、昨日の放送も見てくださいじゃあまた